メリークリスマース。今回はクリスマスサンタゴムを使ってサバイバーにね、恐怖をプレゼントしようと思います。さあ、このね、現実世界ではなんかちょっとかっこいい兵隊さんっぽい衣装なんですけど、はい、こちらね、写真に入るとあら不思議、超可愛らしいサンタさん衣装になるということでね、まあ今年のクリスマスはサンタジョゼフと昆虫学者かな、サバイバーの昆虫学者 とトマカイルギの3人が来たということで、いやーもう気がつけばもう年末よ、でクリスマスよ、もういよいよだね。昨日、名古屋行ったりしてクリスマスのツリーとかいろいろ見たりしたから、もうね、いよいよ、うわ、来てるなーっていう気分になったわ。OK。 さあ、サバイバーを殴っていきつつね、いやでもほんと名古屋はすごかったな、いろいろ美味しいものを食べたし、なんかすごいね、名古屋ね、食べ物がとにかく美味しかった。まあその様子もね、多分動画上がってると思うんで、そちらご覧ください。いいね、3殴り決めていく。まあ今回機械技師いるんで、まあ負傷してる人数をガンガン増やせるのはまあいいことでしょう。そこに傭兵がいる、まあ、これもう存在感マックスだから、もう救助行ってもらうぐらいして、傭兵にもダメージを与えていきたいけど、さすがに救助はいかない。さあ、ひじ当て使う。あー、いい、このひじ当てでかいよ。で、いたと。さあ、それは無理じゃない。 OK、 いいね。さあ、一発。何もね、板再生できるのはキーガンだけじゃないんですよね。ゾルフもいけますよと。で、疑心ロボット、まあこれロボット追おうかな。あー、いた、倒ししてくる。先倒しガンガンしてくる感じか。届け。あー、倒してこない。これもいいや。はい、鬼没ガンガン使っちゃって、うわ、ロボットに鬼没はもったいないんじゃないのと思うかもしんないけど、もうジョゼフはね、もう他のキャラクターよりガンガン鬼没回っていくんで、もうじゃんじゃん使っていこう。で、疑心、多分ね、疑心はね、回復に参加しないと思うんだよな。うん。で、傭兵はどっか反対側行ってて、で、耳鳴りがしている。まあ見つけられなくて、あー、オッケーオッケー、まあ疑心でいっか、これ。うん、多分炭鉱とマジシャンが2人で今から立て直しするんだけど、あ、してるね。まあ、それはそれで全然改良が回っていないってことだから、まあ、よしとしましょう。さあ、追いついていけそう。まあ、このロボタでさえ防げれば全然大丈夫。オッケー。あ、今なんか、そこで出すんかい。だったら振ってたら、前に当たった説ある。フラホは、まあ、なさそう。オッケー。よし。さあ、これロボットあすかな。あるの壊せるし、これ地下持ってけちゃうね。これ地下ジョゼフは怖いよ。オッケー。今繋ぐっていく。いや、ちょっと写真撮りたいですね。まあ、さすがに。回復は2人とも終わっちゃったけど、まあ、回復されたらされたで、回復回ってないし。で、小屋が回してる。まあ、多分、強行あたりか、まあ、小屋下あたりで回復してたのかな。まあ、そんな感じがする。さあ、でもこれ、でかいな。ロボットも壊せてて、傭兵がもう救助来れない状態。これ、3人とも回してない回復。ガンガン見せか。うん、向こう側回してるわ。じゃあ、それだったら傭兵にね、圧かけちゃおうかな。はい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 。さあ、回力をやめさせて、まあ、当倍2人、まあ、これは回力回っちゃうけど仕方ないでしょう。さあ、裏入った。裏入ってワンチャン、行くか、離れるのやっけ。これ多分ね、出てくる写真の場所がもうここぐらいしかないから、いるんじゃないですか、この辺。はい、こういうことなんですよね。はいはい、こういうサバイバーのルートを読むのが大事。オッケーオッケーオッケー。で、今1台上がって、まだ向こう、強ポジション回してるから、もう相当無理でしょ。向こう側から、高速移動できる。サバイバーいないし、さあいける。あ、無理か。惜しい。ダメか。まあいいや。まあまあまあ、そんな欲張らず、突っとくか。さあ、さすがに小屋から球場間に合ってないはず。さあ、耳鳴りする？耳鳴りもしないですね。オッケーオッケーオッケー。さあ、とりあえず戻りつつ、傭兵が救助されないのを 見届けながら、さあ、ここからもう一回これ傭兵近くて、ね、いいですね。もうこれずっとジョゼフペースで、あそこで、うん、サバイバー寄ってきてて、まあ、傭兵の方にね、ちょっと寄せるっていうのもありではあるんですけど、まだ肘当てがね、結構あるんで、あまり容易に逃げられる場所に釣りたくはない。さあ、そうこう言ってる間に、これ、鬼没がね、また溜まってくるんで、まあ、このタイミングで誰かしら、殴れてはいけるでしょう。さあ、救助に誰が来るんでしょうか。はいはい、外側にいる。でも、この位置で殴ったらさ、これ、もう救助狩りじゃない？できれば、まあ、鬼没が瞬間に変えてもいいんですけど、さあ、磁石1個使った。はい、オッケー。こっちが来てもらって、はい、一発殴る。いや、これな、瞬間してもいいけど、温存でいこうかな。今変えて、球場、普通にこれ、こっから気持ちいけるな。オーケー！よし！さあ、君にはね、球場狩りをプレゼントしつつ、ここで釣ってしまうと、まあ、今回ね、5-5行ってるんで、4釣りできないってなっちゃったら、ちょっとね、迷惑かもしれないので、4釣り狙っていきましょう。ほんとね、最近ね、ランク戦やってるがゆえにですね、ほんとにマッチングしなくて、ランク戦でマッチングするのが、22分か25分に1回マッチングするので、で、マルチ戦だったら4時間に1回マッチングするかどうかっていう感じなので、ほんとにね、他キャラクターでの撮影がマジで大変になってる。もうこれがあるからね、あんまりね、好きじゃないんですけどね、ランク戦やりまくるのは。はい。
まあそんな中ね、魔女とか、ガラティア頑張ってます。ガラティアが最近不調になってきた。もう頑張って精度上げます。で魔女は前の週ぐらいに AA バッチンは入ってて、今んとこ20位前後うろうろしてる感じではあります。でもなんか前の週の段階なんかも30何位だったから、なんか1週間かけて10位ぐらいしか上がってないっすっていうぐらい使えてない。お願い、なんとかして。これここで待ってたらワンチャン助けに来ない。ここで振ってよかな俺も。ここで振ってて出てきたらもうこれね、もう対戦相手からしたらもうとんでもないもうチート族よ。もうそれを俺はここで決めていきたい。でもここで救助来なかったら無理なんだよな。でもなんか普通に崩壊するからもうこれ来ないわ。 OK、 さあダブル釣り決めて、さあどう出るサバイバー。さあなんかあれまだそこいない。まあそうだよね、そうかそうか、ここで起き上がってたらもうどうせダウンしちゃうから、起き上がれないのが正直サバイバー側正しくて、でしかも俺は結構持ち上げてるから、なんならね普通にもがけるっていう感じで、あーいたいたいた、これ発注円だね。そうだね、オッケーオッケー、よし。まあということで、まあ、これあと釣っていくだけで終わりかな。あ起き上がったけど。まあでもこれはね、まあ童話がいても勝ちなんで、あともう写真撮って、ゲームセットにしようと思います。ということでもう一回遊んでいこうと思います。さあ2戦目遊んでいこうと思います。軍事工場ですね。さあ工場ジョゼフも強いよ。さあこっち側の近い、写真、あそこ歩いてるね。あれ誰だ、男サバイバーっぽいな。はいはいはい、遠目でね、南の方に流れていく人を確認で、あそこの南の人確定で、もう一人が、シンポジンいるんでね、その辺を索敵していけばもうこのスポーンは硬いよ。さあここら辺にいるのでしょうか。さあ今回カーボーイがいるからね、ちょっとカーボーイ胸像を運んだりされちゃうんで、悪さされるんで、そうされる前にしてき、あいた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 、普通にね走っていく感じね。よし、サイパス殴って。でもジョゼフとかさ、もう本当にもう昔に比べていろんなキャラクターいるから、もうジョゼフ、まあ、全キャラクターに共通していることだけど、わこのキャラクターが来るって試合前に本当に読みにくくなってるから、もう急に来られるとね、なんか本当にわからんと思う。OK、 まあとりあえず2人とも殴って、なんかこれカーボーイにさ少女なんかついていってない、なんか同期してるよねこれ。ということは、あでも同期やめた。ということは近場にいる、いや待って、なんか音少女が瞬間移動、なんか暴れ放題だな。これカーボーイと少女一緒にいたらまずいってことで離れたのか。で OK、 ジュートも殴って3殴り、いいね。よし、さあこの初動できたら、おいなんかいる、あれこんにちは、誰ですか。いやこんなとこにプレゼント落ちてたわ、やったぜ、もらっちゃおう。で、生還者なし発動してたから、まあ瞬間移動もしてるし誰かしらいると思うんですけど、あ術師か、まあそうだよね、あそこら辺にいたの術師だったし、あそこめっちゃいる、呪い溜めてるけど僕も鬼没溜まってますよそれ。お姉さん OK、 殴って、多分この辺ね義肢なんだよな、スポーン的にはここのカラス側に義肢が湧いててロボットを置いて、で本体が、カラス2大解読って感じだと思うんだけど、あいたいたいた、カラスから離れてたか、なるほどなるほど。さあそこはいた倒しが間に合っちゃうんですよね、頼む、あーうわーなるほど、賢いけど、あーまあ救助間に合っていく、まあいっか、うん、義肢こんだけ負傷してたらもうロボットぐらいしか、あ待ってこれ、あーいや賢い、俺が釣ろうと思ったのに、お願い釣らせてよ、お前怖っ、その猿のスタンプ怖っ、いや俺が絶対先に釣る、絶対撃ち抜く、あ、あ待って、な離した、あぶねえ、ギリギリ間に合った、あぶねえ、いやでもやろうとしてたこと賢いな、一見なんで手を離したのって思ったんだけど賢いわ、その一瞬をついて俺が吹っ飛ばせることに成功すれば、もう安全に立て直しを完了して呪術師逃がしてあげれるから、めっちゃ賢いわ、危な連動早くてよかった。で向こう側で、あ工場にロボット出したのか、じゃあ結構義肢最初お散歩した感じか、スポン1、あでもあれかあれか、自分の本体ってあれか、3枚いた付近らへんのカラス側らへんで湧くんだっけ、忘れちゃったけど。でどっから来るんですかこれ、もうこれ今から治療カーボーイをそこで終わらせて縄使いまくってくるぐらいしかもうないぞ、少女飛んじゃうよ、でしかも呪術師も最初に釣ってるから半分超えてる、これもらったな、オッケーオッケー、いやでもジョゼフ楽しすぎるなマジで、うん、なんかさ最近本当にサバイバーがのさ解読の早いのも相まって、もう最低限の巻き込まないチェイスを徹底されちゃうと、もう本当に通電ギリギリっていう展開になって、なんか一方的に試合をしてる支配してる感っていうのがね、なかなか出すの難しいんですけど、もうほんとこのキャラクターはもうもう全部操れるで崩壊する、まあこれ向こう側行こうかな、まあカーボーイこっから追うのちょっとめんどくさいんで、で向こう側にいる義士がいて、これ義士をね頑張って立て直し終わってるから、こっからロボット回復して、全開しようってプランだと思うんで、それをねさせないようにこっち側に行こう、さあ板倒しをする、はいはいはい、写真これあと30秒ぐらいで、おいサバイバー4人してる、すごっ
写真終わるね。はいはい、そうだよね、カウボーイも負傷から回復しようとしてるね。多分ね、カウボーイももう多分回復寸止めだと思うんだよな。だからちょんと触ればよかったと思う。あ、これ諦めかい。オッケー、よしよしよし。まあそうだよね、相手側の陣営で4逃げされたっていう報告出たらもう絶望しちゃうな。オッケーオッケー、あとはこの機械技師ダウン取るだけだ。まあ鬼没でダウン取れるんですけど、さあ一旦倒ししてこない。これなんか普通にいけそうな感じする。間に合わなかったら鬼没使おう。間に合う。オッケー、よし。まあということで今回サンタジョゼフ使ってみたということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。